思い出クイズ案件、この時どうなったでしょう。と京都府40歳男性、会社員のカセラジ93。カセラジ93、京都から、はい、ありがとうございます。問題です。来た。数年前のことです。いつもは自転車で通勤してくる職場の同僚が、一度だけ自転車を使わずに違う方法で通勤してきました。さて、どうやって通勤してきたでしょうか。カメ。ブー。カラス。ブー。あ、でかいカエルだ。ブー。犬ぞり。ブー。あと移動。あ、ベタなやつか。馬か。ブー。あー、ちょっと待って、じゃあ少し南の方行ってみるか。南。ゾウ。ブー。いや、あと乗るものあるかな。猫は乗らないでしょ。ヒントいりますか。いや、ちょっと待って、乗る生き物でしょ。いやー、豚。生き物ってヒント出しましたっけ。ローラーブレード。ローラースケート。ローラースケートでスカート履いてピザ持ってきた。パイナップルが刺さったドリンクを持ってきた。パーティーさんも最高。ハッピーになれる。違います。お客さんの前で回転した。どこのお店ですか。ローラースケートの人がお客さんの前で回転した。次回作に期待。次回作に期待、乞うご期待。浜崎先生の次回作に乞うご期待。通勤してきた方法ですよ。よろしいですか。いや、ちょっと待って待って、こんなの、うん、なんでかじゃないよね。何出たですもんね。どうやってというのが近いでしょうかね。ヒント。瞬間移動機。ザ・フライ。毛が生えてくる。ブ。羽が生えてくる。ブ。乞うご期待。次回作。いきますよ、ヒント。ちょっとアウトドアな感じですね。なるほど。うん、ボーイスカウトの子たちを引き連れてきた。出勤するのに。戦闘できた。かっこいいけど。一人だけグリーンのベレー帽を渡されていた。かっこいい。憧れる。え、あ、何、ヒントなんだっけ。ヒントはちょっとアウトドアな感じっていうのがヒントですかね。さあ、ジャックナイフをちらつかせてやってきた。捕まっちゃいますよ。ハムを太めに切った。そういうアウトドアじゃないです。そういう系じゃない。男たちは喋らずに火を見ていた。小説のスタート一行目。遠くで狼の声が聞こえた。なんか関係ない。移動に移動に全く関係ない。ください、もう。行きますよ。はい。正解は、川を下って通勤してきた。すげえ、もう1個目の亀が当たってるじゃん。なるほど、ポニョ系ね。そっか、でかい魚か。いけますよ。いや、なるほど。これはキャニオーニングというらしいんですが、道具を使わずに身一つで川を流れて下ってきたそうです。道具だから、船とか使わないってことでしょ。カヌーとか。そうです、そうです。葉っぱのように流れてきたってことでしょ。職場に着いた時は空は晴れているのにずぶ濡れで、その着替えに時間がかかって結局遅刻、上司に怒られていました。わー、ダメだ、言いたいけど、いい言っていい。何ですか。もう変人じゃん。もうズブン。いや、もう変人じゃん。今日キャニオニングして通勤してみようって思ったんです。変人だよ、もう。考え信じられないよ。もうこんなの当たらないよ。考えられない、信じられないよ。当たらないよ、こんな。なんかもう、亀とかの答えの方がよりリアルがあるよ、本当に。ハンコ。